これからまた一仕事か。あんたの人生も世話しないね。それが生きていくということだろう。違うか。そうだな。楽に生きられる人生なんて面白みがない。これだけのことを体験した今となってはね。まああんたたちといればまだまだ楽しめそうだし、私に手伝えることがあれば言ってくれ。少しくらいは力になれるかもしれない。もちろんお前の力は必要だ。だからといって縛られることはない。メルミナ、お前はもう自由なんだ。私はカオスという存在から、種族という枷から解放された。だからといって全てから解放されたわけでもない。結局こうなる運命だったんだ。私はあんたと一緒に生きていくっていうね。どうしてかなんて理由は聞くなよ。心の動きなんて自分にだってわからないものさ。そうだな。まあ強いてあげるなら、あんたと長くいすぎた、そんなところか。さあ行くとしようか。時間は限られているんだ。ぐずぐずしている暇はないだろ。そうだな。人助けもいいが、少しは私のことも楽しませてくれよ。あんたがいる間だけでいい。女として生まれてきた喜びってのを教えてくれ。わかった。約束しよう。ありがとう。さて、お楽しみの時間といこうか。あなたたちといることで、私を取り戻すことができた。私の手は、奪い、失わせることしかできないと思っていた。けれど、与えられることもあるのだと、知ることができた。あなたたちと、あなたと一緒ならね。魂と肉体とを縛る鎖を解き放ち、行きましょう。その時まで。新しい命を育むために魂まで溶け合い、一つになる。